は、賃貸のまさきです。本日は近鉄橿原線いおみ駅の近くにおりますシャンメゾンいおみ1階の部屋に来ています。まずこちらがリビング部分になっておりまして、とってもおしゃれなお部屋になっています。そしてこちらの窓なんですが、このように二重窓になっていて、さらに上からシャッターも降りるようになっているので、結露対策も防犯対策バッチリになっています。そしてこちらのお部屋の中にはエアコンがついておりまして、そしてこちらが人気のカウンターキッチンになっています。こちらとてもおしゃれですね。そしてこちらにはプラのモニター付きタウンや、こちらリモコン給湯もありまして、そしてこちらシステムキッチンになっています。2口のコンロがついていますね。さらに上にも下にもたくさん収納できるようになっておりまして、プラス寝かした収納もあります。たくさん収納できますね。そしてこちらのキッチンの後ろには冷蔵庫や食器棚を置いていただくスペースも確保しております。とても素敵なキッチンですね。では洗面所の方に参りましょう。こちらが洗面所になります。このように大きなシャンプードレッサーと、そしてこちらの上には三面鏡もついています。とても大きいですよね。そしてこちらの後ろには室内洗濯置き場がありまして、そして奥にはおしゃれなお風呂があります。こちらのお風呂は追い出し機能付き、浴室乾燥機付きのおしゃれなアクセントパネルが特徴のお風呂になっています。では洋室の2つを続けて行ってみましょう。まずはこちら2つ目の洋室になります。こちらのお部屋は少しコンパクトなサイズのプライベートルームや子供部屋としてご使用していただける部屋になっておりまして、そしてこちらクローゼットを開けるとおしゃれになっています。どうですか、こちらのクロスとてもおしゃれだと思いませんか。そしてこちらの横を見ていただくと、こちらのクロスのとてもおしゃれだと思いませんか。幸せになりそうなハッピーな壁紙ですよね。ではもう一つの洋室のお部屋はどんなクロスになっているんでしょうか。行ってみましょう。こちらがもう一つの洋室になります。こちらとても可愛らしいクロスになっていますね。いかがですか。こちらのお部屋もハッピーになりそうなクロスですね。そしてこちらには先ほどより少し大きい同じ壁紙のこのようにたくさん入りそうなクローゼットもございます。収納力すごくバッチリですね。それでは最後玄関の方へ参りましょう。こちら出てすぐがトイレになります。ワシュレット付きの、上には棚もあって使いやすいですね。そしてこちらが玄関になります。こちらの玄関はご覧のように大変大きな玄関になっていて、そしてシューズボックスもたくさん靴が入るようになっています。とても使い勝手が良いですね。いかがでしたか。以上でお部屋のご案内を終了させていただきます。こちらのこだわりの機能たくさんの素敵なお家で新生活を始めてみてはいかがでしょうか。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援しております。ご視聴ありがとうございました。